資源通行宝賞とその原版。上段左の欄にパスパ文字で資源宝賞と書かれている。交渉とは中国の金楼町と元王朝の時代に発行された紙幣を指す。元の元では1260年から1356年にかけて中国で流通した。世界初の紙幣としては総王朝の講師があり、交渉は さらに広範な領域で通貨として流通した。宋の講子が当初は鉄貨の引き換え権だったのに対して、講賞は当初から通貨として発行されたという特徴を持つ。講賞という名称の紙幣は女神族の王朝である金の時代から存在していた。下北では銅が不足しており、銅貨の発行に支障があったため、金は北宋を滅ぼした後に、 宋の講師に習って、紙幣と銀を導入した。こうして、海、両王の時代に交渉が発行され、後に銀の貨幣としてジョーアンタカ安宝カや馬帝銀である、表量貨幣の原法銀も発行された。しかし交渉は増発がされて、インフレーションを起こし、金の滅亡の一因にもなった。モンゴル帝国は金を滅ぼした後に、金の貨幣制度を引き継いで、 第二大皇帝のオゴデイは1236年に交渉を発行した。江南の征服前には銅が不足していた点も理由となった。モンゴル帝国に仕えたヤリツ素材は金の洗礼を踏まえて交渉の発行量を調整するよう提言して当初は1万条が上限と定められた。オゴデイの時代には他のモンゴル族や漢人の諸行も紙幣を発行しており、 統一されていなかった。第五代皇帝首来によって元が成立すると1260年にもろじ通行中東原法交渉が7万3000条発行されて通貨が統一された。紙幣は銅貨の代わりとされたために銅貨と同じ単位が用いられて10分から2巻分までがあり2巻分の交渉は銀1両の比率とされた。 交渉と銀の交換を可能とするための打艦準備金にあたる商本は銀1万2000錠が用意された。交渉の流通を安定させるために受け取りを拒否するものや偽造したものは資材とされた。中東省は1260年から1273年にかけては数万錠の増加であったが元が南宋から領土を獲得するにつれて急増して 1274年から1286年にかけては1350万条が発行されて価値の下落が生じる。元は対策として1287年に資源を通行宝賞を発行して資源賞と中等賞の比率を1対5として回収にあたって通貨安定を図る。合わせて交渉をしようと交換できるようにして政府は 塩の千売で利益を得る一方で、紙幣の価値を塩によって保証して、信用を保った。また、塩との引き換え権である塩引きを販売して、通貨としても流通させた。安定策が取られたものの、交渉のインフレーションは進行する。第7代皇帝会社は、さらなる対策として1309年に、次第現象を発行して、今度は、 主元章と一対五で交換された。しかし、第八代皇帝、アユルバルワダは、次第現象を廃止して、クビライ時代の主元章へと戻す。第十五代皇帝とゴンテムルは1350年に、姿勢交渉を発行して、主元章と一対五の比率を定めたが、紙幣に代わって、銅線の流通が増えるようになる。やがて1356年に、交渉は廃止されて、 トゴンテムルは1368年にモンゴリアへと逃走した。中東省の材料はクワの樹皮であり、繊維状にし汚い皮にニカワを混ぜて、薄く伸ばして縦長に裁断し、銅版画で印刷して皇帝の行事を応印した。中東省には皇帝の権威を表す竜や、銅貨の図柄、額面金額、発行書、発行書の役人の名前、製造書、そして偽造者を、 残殺系とする文言が印刷された。この形式は、後世の中国の紙幣にも影響を与えた。中東省のサイズは272-188ミリ、資源省のサイズは3二百2 2 2ミリが定められていた。紙幣の存在は、中世、ヨーロッパやイスラーム世界の外来者を驚かせた。13世紀末のベネツィア出身の旅行者、マルコ・ポーロの 東方圏文録やフィレンツェ商人のペゴロッティが1330年代頃に編纂したとされる商業指南マグリブ出身のイブン・マトゥータの大旅行記などで交渉について語られている。現在のイランを中心とするモンゴル政権のイルハン朝は交渉に習って1294年にチャーブを発行して、これが西アジア発の紙幣となった。 交渉を参考にしたため漢字も印刷されており、当時のイルハンチョウの君主、ゲイハツは、金属貨幣の代わりに、チャーブを流通させようとした。しかしチャーブは定着せず2ヶ月で回収となり、ゲイハツの権威失墜にもつながった。元を滅ぼして建国された民でも、同不足が問題となり、1368年に、紙幣の代名法書を発行した。民は、 宝賞を国内用通貨に定め、銅貨を貿易用の通貨とした。しかし宝賞は増発によって価値が下がって、賞一貫が銅貨1、2分にまで落ちたため、映像時代には銅貨や氷料銀貨の国内使用も解禁された。ありがとうございます。